ようございます。本日ジャジャウマトーナメント当日ですね。はい、今もう近くの駐車場まで到着して、はい、行きますよ。え、もう行くの？行きますよ。え、なんかちょっと意気込みを。やるだけです。あとは今日コンディションバッチリなので、はい、自分を出し切るだけです。はい、頑張って。ゆうきさん、緊張してる？してません。あ、してないんだ。緊張してません。すごい。緊張してるって言ったら緊張してることになっちゃうんで、うん、今日2試合勝ち上ったら2試合あるので、うん、かといって2試合目のスタミナとかを考えて1試合目で手を抜くとかそんなことはできないので、1試合目から全力出し切ります。久しぶりだね。はい、デビュー戦新木場だったもんね。はい、ただいまって言って、新木場に。新木場ただいま。大きくなって帰ってきたよって。でもちょっと景色が違いますね。え、そうなの？なんか変わった？初めて来た時とは感覚が違います。あ、そういう意味か。いいこと言うね。はい、着いたよ。はい、いってらっしゃい。はい、行きます。ありがとうございます。おはようございます。今日はジャジャウマトーナメントゆずきの応援に来ましたね。はい、もちろんです。何を期待してますか？はい、やっぱりパワーでは絶対負けてほしくないですね。はい、あとホットシュシュ制覇集団のところを見せてもらいたいなと思います。はい、私たちも全力で応援していきましょう。当たり前です。セコンド張り切っちゃいます。ゆずき、いけ。あ、話戻るんですけど、はい、もし自分が現役の時に、はい、ジャジャウマトーナメントがあったら、うんうん、出場できてたと思いますか？もちろんです。できてたでしょう。そして優勝です。当たり前です。もうこういうトーナメントとかいいね。バンバンやって私が一番目立ってると思うんで、ゆずきもそういう風になってもらいたいです。多分なんか田村さんと当たるのやだって他の団体に思われてそうでしたよね。多分ね、もうけちらかしてやってあの人やだって嫌がられてるの。うん、多分いい。ほら、そういう選手になってほしい、ゆずきも。なるほど。そうそうそう、当たりたくねーとか言う。何そんなこと言ってんだよーって言ってもらいたい。ゆずきに何を求めますか？やはり泥臭さ全開で言ってほしいです。もう泥臭くてでかくて一生懸命なところを、あのホットシュシュのゆずきこんな面白いんだっていうのをいろんなお客さんに知ってもらいたいですね。そうですね、見せてもらいたいですね、うん、そう期待してます。ジャジャウマトーナメントで初めて見る選手が私も多いので、はい、すごい個人的に楽しみにしてます。そうですね、同世代だもんね、みんな。そうですね、今後ライバルに、ね、なっていくであろう選手たちなんで。本当に多いですよね。同期多いと思います。同期が多くて羨ましいですね、うん、私たちも同期多かったですけども、ね、多かったね。もしジャジャウマトーナメントがうちの同期であったら、はい、うん、どうでしたか、谷さんは。私は多分ね、新人でしょ。はい、はい、新人です。インタビューだったら、はい、一番目立てるように頑張りますとかすごいつまんないこと言ってたと思いますそうだよねそうだよね、じゃねえよ。昔はそうだったよね。そうです。今はちゃんとさ喋れるのにね。でも今の子はそうじゃないんだよね。今すごいよ、あのアピール力はもう本当すごいので、ね、すごいよね。ゆずき抜群にその中でも飛び抜けてすごいんで、期待してます。はい、はい、じゃあ応援頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ゆずき選手の、はい、応援に来ました。勝ってもらいたいね。うちの看板ショって戦ってくれると思うんで、いつも通り、そうですね、全力ファイトを出し切っ
って、そうですね、自分の持ち味しっかり出して勝ちに行ってもらいます。はい、セコンド頑張ります。ゆずきちゃんのセコンドに来たサマスとバナコです。応援頑張ります。今年はみんなにドーンとも、ゆずきさんが、まあ、目立ちますから、勝利でホットシュシュをみんなに知らせてほしいです。はい、サマスはゆずきにアドバイス。頑張って。はい、じゃあ一緒に応援しましょう。頑張れゆずきさん。頑張って。今日はジャジャウマトーナメント。そうです、ドキドキ。ゆずきの何を期待してますか？いや、ゆずきは本当に表現力何より大きいじゃないですか。今回エントリーの中でも一番大きいですよね。なのでその大きさで目いっぱい暴れまくってもらおうと思ってます。できると信じてます。はい、頑張りましょう。応援めちゃめちゃ頑張る。ゆずき頑張れ。大丈夫、ゆずきなら大丈夫。緊張してんじゃないですか。あと1時間。どうする？競馬中ですか？もちろん大丈夫です。2試合で、はい、いつも通りもガツンとかましてください。うちの看板しとってありがとう。行けます、大丈夫です。声の声聞くからね。はい、しっかりリングサイドから言ってますから、いろいろと。よろしくね、はい、いろいろと有益な、有益なことを。いや、それはそうですよ。マイナスなことは言いませんから。ありがとう、はい、頑張ってください。安心しました。ね、ほっとするよね。ほっとします。ヨシコさんにお見せしたいものがありまして、ネックカバーが実はあのニューバージョンになりまして、はい、あのこっちのパーツとかは再利用していただいて、ここの黒い生地だけ新しくなりました。ピカピカです。はい、私ボロボロだった。え、あのボロボロだった。え、違います。ちょっとあの私が酷使しすぎだと思います。はい、いいね、はい、はい、これからもヤシコさんにいただいたコスチュームを守り続けたいと思います。はい、はい、やっぱり、はい、ね、はい、これはもう大丈夫です。はい、頑張ってよ。はい、熱気がブンブンしてきたらね、こう会場に入って、はい、みんなのやる気を感じたから本当に負けんなよ。はい、ゆずき、行けー！行くー！田村さんと谷！着替えるの早くない？はい、噂によるとでも着替えた選手がいるっていうことを聞いたので、ちょっと、はい、デマの可能性もあるよね。うん、不安で着替えちゃった。何があるかわからないじゃないですか。できることを今のうちにやっておかないと、後でバタバタした時に大変なので。はい、じゃあいつでもできますね、試合が。はい、はい、頑張ってください。今からアップするんですね。はい、この格好で。はい、コスチュームでアップしたいです。わかりました、はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。私の売店こちらで行ってます。本当にありがとうございます。さあ、開催しました。チャンネル登録よろしくね。すいませんでした。謝ること何もないよ。いや、試合に負けて謝るということはお客様に失礼なので避けてきたんですけど、今日ばかりは応援していただいたお客様とセコンドに来てくださった私のみんなと、今まで教えていただいたコーチ、スーパーバイザー、代表にも申し訳なく思っています。すみません。謝ることない。ホット収支を見せねえだと思うよ。もとうとしたかったです。また出直しましょう、はい、頑張ろう。申し訳ございませんでした。お疲れ様。ありがとうございます。こんな、なんかせっかく応援してくれたのに、だってこうなんで、これ、え、いっぱい話してくれたのに。
もう終わりなの？だって今までありがとうって言ってた。あ、え、私大丈夫だよ、もうこうなるの分かってた。はい、うん、はい、ありがとうございます。え、ありがとうじゃないじゃん、あんたがもっと頑張んなきゃいけないのよ。はい、みたいな、ありがとうございます。ありがとうございます。泣いてる。皆さん、来ていただいた。え？たくさん応援してる。応援してないの？なんで皆さんそういうこと言うの？応援してたじゃん。